はい、所沢市慢性腰痛専門整体院ココア院長の金子康です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も腰痛の悩むあなたに改善のアドバイスやヒントをお伝えできればと思っております。今日はですね、ヘルニアの原因ちょっと説明したいと思います。で、腰が、まあ、普通の人っていうのは首が前、こういう感じで、こういう感じ、大げさに言うとこうで、背骨がこうで、また腰がこうでって感じなんですけど、これはまあこういうカーブをしてるっていうのは、体重が、まあ、荷重っていうのか、体重かな、がクッション代わりになるんですね。もうこのカーブしてるからもうクッション代わり、衝撃も吸収してくれるんですね。でも腰が曲がりやすい、曲がりすぎっていうのはここがちょっと曲がっちゃうと、ここが曲がっちゃうと、もうこの上の胸椎とかは今度曲がった、こっち曲がっちゃうと大変じゃないですか。なんでこのまっすぐにするんですね。まっすぐまっすぐまっすぐ持ってこようとします。で、もうここだけちょっと曲がって、あとは全部まっすぐ、まあ、背骨がまっすぐってことです。っていうことは今度こっちと比べると、このクッション性がなくなってるんです。クッション性がなくなってる、なので衝撃が本当にもろに来てるか、来るんですね、この状態。なのでしかもこれだと、ちょっとこの腰のところに一番衝撃が来ます。ちょっと曲がってるところがガラッと来ますので、ここはちょっとヘルニアになりやすいです。なのでまあ本当このまっすぐカーブ、きれいにカーブになってるのが一番いいんですけど、これは本当に曲がりすぎ、腰が、腰椎が曲がりすぎちゃってヘルニアでやりやすいパターン。じゃ腰が曲がりやすい人はちょっとヘルニアになりやすいですね。まあ猫背ですよ、猫背。猫背の人は背中まっすぐになりやすいので、それでヘルニアになりやすいっていうふうに考えがあります。ちょっとここもまだ、まっすぐの人だったら今度は骨盤だったりお尻の筋肉とかいろいろ、ね、胸の筋肉とか肩とか全部を調整して、まだこういうふうにカーブが持てるようになりますので、まあちょっと私、背中と背骨がまっすぐだわっていう方は、ヘルニアになる可能性が高いので、ぜひ、来てください。お待ちしてます。これが要注意。なので、これかなと思った人は、まあ、連絡私にくれればいいですし、もう気づいた時にもう動いた方がいいと思います。遅くなるよりは早めに動いて予防とか対策をしましょう。ということで、今日はヘルニアの原因、腰が曲がりすぎっていうのをヘルニアになりやすいということをお伝えしたいと思います。で、ここに登録ボタンがあると思いますので、ぜひ登録ボタンを押して私の動画を見逃さないようにしてください。またブログの方で、これ LINE アットの友達になるボタンがありますので、ぜひ友達になってください。LINE アット限定や、明日もなんです、抽選会ありますので、お楽しみにしてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。では本日も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。